レインボーシックス・ベガスはフランスにある UBI ソフトより発売されたラスベガスを舞台にした特殊舞台アクションゲーム。2007年4月26日に XBOX360 版が発売され、後に PlayStation 3版も発売された。プレイヤーは特殊舞台レインボーのアルファ分隊長、ローガン・ケラーとなり、大規模テロからラスベガスを救うために戦う。シックスは 軍事用語でレインボーの指揮官を意味する。アンディアルエンジンさんの採用によるこれまでのシリーズをはるかにしのぐグラフィックスが特徴。タイトルにもあるようにアメリカネバダ州ラスベガスを物語のステージとしており、ストリップ通りと周辺カジノ群も可能な範囲で再現されている。フリーモントストリートエクスペリエンスのような郊外はもちろんフーバーダムやメキシコとの国境地帯も 舞台となる。同社心類ソフトに、ゴーストリコンアドバンスドウォーファイターがあるが、屋外での戦闘を主体とした、苦労とは違い、建物内での接近戦をテーマとしており、苦労のように戦車やヘリコプター、航空機による爆撃など派手な要素はなく、消火器での比較的狭いエリアにおけるスピーディーな制圧戦となる。実際の特殊部隊同様、行動における、偵察、立案、 突入という3ステップをゲームに取り込んでおり、プレイヤーは自分の判断で攻略ルートを決めることができる。よって、念入りな下見と効率的な行動がこのゲームの鍵となる。というよりも、そのステップを無視すると待ち構えるテロリストに正面から挑むこととなるため、攻略が困難となる。また、シミュレーターテイストだったこれまでのシリーズと比較すると、 遮蔽物への張り付きや物陰に隠れたまま銃だけを出して攻撃するブラインドファイア攻守からのラペリングと突入などアクションゲームとしての色彩が強くなった。本作の大きな特徴の一つとして Xbox Live ビジョンカメラを使用し自分の顔をゲームに取り込むことができる。これによりオンラインモードでは自分と同じ顔をしたキャラクターで戦うことができる。 この実用レベルのシステムは世界初である。また、音声認識にも対応しており、簡単な命令であれば、音声で指示が出せる。ありがとうございます。